した見た目ですと、レーダー、イージス艦が使う目の代わりに小さく映ることができる。見つかりづらいんです。それを専門用語で先ほど上がりました。側面の壁も凹凸しかないんです。これが見つかりやすいです。この船の15年後生まれます。110番、高波。ちょっと進化しましたね。装備品は少しスラッとしておりますし、側面の凸凹も少し少なくなっています。さらに10年進むとどうなるか、それが116番、手続きです。ほとんどの部分がスッとスタイリッシュに変わり、側面の凹凸もほとんどありません。この数年後になりますと、先ほどご案内した後ろ向きの尾上への姿があります。